逃げ集団は、多分変わってません。広瀬さん、若杉君、中山選手、鈴木譲選手、サイクリングタイム .com、福島さんという構成のようです。福島さんだよねこれね。あ、ゼッケン見ていいのか。はい、31、はい、下一桁1番ですが福島さんですね。いやほーん、あれはないだろうということは、潰しに後ろはいつからかかるかだな。基本残り3周回、そろそろ潰し合いやってくれると面白いんだけどな。プロトンが来ました。タイムギャップやはり3分近くあるようです。一番前に出てるのはマッサ、それから、誰だよブリッツェンで出てるのは。あ、その後ろに、多分真鍋さんだ。島野が前の方を固め始め、その脇にピッタシと、ブリッツェンがつくような形でマークマークになってますね。はい、合法一発と付き合いという体制になってます。有力チームは両方とも逃げを乗せてます。島野としては鈴木譲対若杉広瀬なので、捕まえるのが基本でしょうが、はっきり言って若様は戦力になるかどうかちょっと厳しい。ここまでが勝負に絡むグループですね。メインがいるってやつ。あ、行く。